皆さんこんにちは。我々職員が広報小田原を楽しく紹介する広報小田原ちょい見せ、今回は広報小田原10月号です。どうぞ。はい、どうもよろしくお願いします、はい、小田原に新たなランドマークができたんですけども、はいはい、何か知ってますか？知ってますよ。さすがですね。行っていいんですか？いいんですよ。9月30日にもオープンしましたから、はい、じゃあ言いますね、はい、駅前の三中小田原ですよね。違います。違う、これまだ言っちゃいけないやつでしたっけ？そういうことじゃなくて、はい、もうオープンから2年経ってますから。2年も経ってる、はい、違いますね。じゃあとうとうこう小田原ですか？とうとうこうも3年経ってます。じゃあ梅子？梅子7年経ってます。春ね、春ね8年経ってますから、どんどん遡ってますよ。他に3文字のものってありましたっけ？別に3文字じゃなくていいんですけどね。マロニ？マロニ？マロニ？マロニエのことかな。アリーナ？アリーナ、小田原アリーナのことですか、ね、じゃあ環境ですか？環境。え？何？環境。環境事業センター。言わないでしょ、環境事業センター。そうなったらもう知らん。知らん。もう私知らん。知らないことを3文字で言わなくていい。知らん小田原ですよ、今の状態は。知らん小田原。違いますよ、あるよ小田原ですよ。 あるよ小田原、はい、いや3文字じゃないですか、まあ、結局そうなんですけどね、はい、いやでも偶然ですね、あるよ小田原といえば、はい、私が10月号の表紙で見たあの新しい施設と同じ名前ですよ。それです。あ、それ、はい、まさにそれなんです。それ、あの新しい働き方の拠点と言われてる。そうです、それです。でも新しい働き方の拠点ってどういうことなんですかね。あ、まあ、例えばあの、はい、いろんな業種とか業態の人が集まって、はい、新しいビジネスモデルが生まれるってあるじゃないですか。まあ、あるよ。あ、そうだ、あるよ。まさにそのあるようですよ。で、その、まあ、新しい業種の人、はい、例えばチョコレート会社とネクタイ会社、うん、合わさって新しい商品が生まれるとかってなると思う、ね。まあ、もしかしたらあるよ。あるよ、そうなんです。そうです。で、小田原ってやっぱ地域資源が豊かなんですよね、うん、で、その地域資源と未来にチャレンジしようっていう人がこう会うことによって、うん、まあ、イノベーションが起きて、それであの新しい文化とかビジネスが生まれていくっていう、まあ、こういうワクワクした場所を目指してるんです。うわ、あるよ、そういうのいっぱいある。あるよ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 。使い方がちょっとよくわかんないんです。もうそれでその施設にね、いろんな設備とかあればね、あ、まあいいんですけどね。あの結構揃ってるって聞いてます。本当ですか、はい、椅子とか机はありますよ、そりゃ。じゃあ電気は？いや、電気もありますから。じゃあ窓は？あります。何でもあるじゃないですか。あるよ、大抵の部屋にあるでしょ、その辺。あります。それだけじゃなくて、はい、カフェとか、はい、コワーキングスペース、あとレンタルキッチンなんていうのもあるんですよ。素晴らしいですね、はい、それにね、ビジネスについて相談できる窓口みたいなものもあればね、完璧なんですけどね。あるよ。やっぱりあるんだ。ありますよ。すごいじゃないですか、あるよ、小田原。っていうのも、やっぱり、はい、あの、そこに行けば、はい、もう楽しい未来があるかもっていうのを、まあ、そういうワクワクをですね、してもらおうということで、あの、あるよって名付けられたぐらいなんです。なるほど。私も10月号の表紙のイラストを見てね、なんか可愛いなと思ってワクワクしました。ああ、そうですよね。はい、あと、広報である10月号では、はい、あの、新しいキャラクターである、ゼロカーボン製の王子様、あのボンボンちゃん、これがあの初登場ということで、はい、ぜひそちらも見ていただきたい、ね。まあ、今後ね、梅丸との共演とかもね、楽しみですね。はいはい、はい、では広報小田原10月号、情報満載の10月号をみんなもきっと見たくなるよ。